2013年トビリシハンホモフォビア集会抗議デモは2013年5月17日にジョージアの首都トビリシで発生したデモ活動を同日に予定されていたハンホモフォビア集会に抗議する主張が行われた毎年5月17日は国際ハンホモフォビアの日とされジョージアではハンホモフォビアを訴える活動家集団イデントバがトビリシで集会の開催を期としていた 集会開催の2日前、ジョージア正教会のイリア2世宗主教は、同性愛を疾病であり、健康ではない状態と表現し、同性愛者による権利集会の開催禁止を求めていた。一方、ビジナイ・バニシビリ首相は集会開催の前日、LGBT の各個人は、他のあらゆる社会集団と同等の権利を有していると述べた。 集会当日の5月17日、反ホモフォビア活動家数十人が、トびり市のダウンタウンに集まった。これに対し、ジョージアの政教徒を中心とする市民2万人長が、司祭たちの統率の下で抗議デモを行った。両者は、自由広場近くのプーシキン公園で接触し、衝突が発生した。警察隊は、反ホモフォビアの活動家たちが、 デモ参加者の方向に走っていくことを抑止できなかった。最終的に反ホモフォビアの活動家たちは警察のバスに乗せられ抗議デモから離れた場所に移送された。複数の情報源によると17人から28人の負傷者が発生した。暴力的事態に発展したことについてオランダの外務大臣は遺憾の意を示した。 非政府組織トランスペアレンシーインターナショナルなどは、ジョージア青年弁護士会と連名で不満を示し、アムネスティインターナショナルも同様の見解を示した。ジョージア正教会の総主教イリア2世も暴力に、関して非難を行い、同性愛は罪であるとの見解を示した。内務省は、捜査を行い、暴力行為の加害者を起訴することを約束した。 ザ・モスクワ・タイムズのポール・リンプル記者やトランスペア・レンシー・インターナショナル・ジョージアのマーク・ミューレン、元理事長はこの出来事について、教会と非宗教政権との間の巨大な闘争のうちの一部であると説明した。ありがとうございます。